5月18日、2018年の今日は、アニメゴジラ第2作、決戦機動増殖都市が公開された日です。前作でゴジラアースに追い立てられ、チリジリになっていた人類は、地球に生き残っていた人類種、フツアによって助けられました。彼らの使う武器からナノメタルの存在を確認した主人公たちは、2万年もの間、ゴジラを倒すというその指令のままに増殖し続けていたメカゴジラシティにたどり着きます。人類が怪獣から地球を取り戻すために、どのような選択を取るのか。ゴジラアースは決断を待ってはくれません。